じゃあ今日はね、はい、ミキ編なんですけど、はい、ミキ鉄道記念館、ほう、公園、記念公園、これだからリアルに使っとったやつですかね、これね。いやでしょうね、多分そうですよね。これあってで、なんかええ感じじゃないですか。夢ステーション、うわ、あれ、これは模造品っていうかレプリカ、いやどうなんでしょうね、どっかから持ってきたかもわからないですよ。かなんかまっすぐ行ってるか電車走っとった可能性もありますよね。ですよね、ここもしかしたら線路やった可能性ありますね。ですよね。どっかに書いてませんか、三木鉄道。え、ここも閉まってたりして、あ、月曜日休みって書いてある。あ、結構三木月曜ダメですね。ダメですね、三木は月曜日ダメですね。マジですか、中は。あ、なんかいろいろ置いてるの置いてますね。置いてます、うわ、これはただただかな、これただっぽいですよ、ただっぽいですよね。で今はもうバスのロータリーになってるんで、あ、ここね、はい。あら、で駐車場もあるし、鉄道公園っていうか、はい、まあ、ここに記念碑なんか記念物を置いてるだけで、はい、特に鉄道感ないですね。あ、でもやっぱ線路や、ね、あ、やっぱ線路ちゃいます。いや、あ、ほらほらほら、ほら、あ、ほら、なんか書いてある書いてある、書いてある、見ましょうよ。どういうこと？あ、やっぱほら、旧別所駅。あ、ほんまや、旧別、だから駅は駅です。あ、そうやわ、ほんまや。あ、あ、え、これ？え？あ、これなんか、これ走ってた。これ走っとったんやつ。はいはいはい。すごいじゃないですか。え、そんな何か所か悪いことやね、ここ以外にも。ですよね。え、サイクルトロッコない？え、え？え、トロッコ乗れるんですか？え、ちょっと待ってくださいよ、こういうのってね、はい、絶対好きな人好きですって。これね、ベイアンス通りしましたけど、はい、いやだから、え、ここは広げない？え、そうですよ、僕、ここ広げない？僕恐ろしく電車興味ないでしょう。あの、え、だって電車大好きな人とかおるじゃないですか。そうです、はい、申し訳ない、その人のために、はい、これ映すだけでも申し訳ない、偏ったチャンネルなんで。あ、はい、はい、これ飛行機の分やったらもう食いつくでしょ。こいつが持って帰ろうとしますね。でしょ、はい、これ全然興味ないですもんね。素通りでしたもんね。そうなんですよ。目にも止まってなかったですよね。そうなんですよ。ね、これが最終。はい。こうなるんですよ。こういう発祥。そうです、そう。これね、もう映しておきますね。はい、もう便しゃべる気もないから、もう映しておきますね。こういうことね。はい。はい、だから強制的にこれで止めるんですよ。いざという時ね。いざという時に。なるほどです。はい。よかった、拾っといて。これがいいですよね、サイクルトロッコ、はい、こういう子供の乗り物には興味を示す。あ、なるほど、こういうね、これだから、あ、これか、これです。あ、これ線路になってますやん。そうですよ、これだから、そういうやってる時は、はい、これをこうみんな漕いで、あ、はい、え、漕ぐの？サイクルトロッコやから。あ、サイクル、はい、漕ぐ。あ、なるほど、え、めっちゃいいじゃないですか。で、ここがもう、ここ、あ、これ分かりました、ボッツァ、はい、ほら、はいはい、ボス歩いて、増評感出して歩いてもらっていいですか。増評感、増評感、増評感出さないとダメなんですか。線路を歩いてる感じが味わえるんですよ、はい、あのトロコ動いてない時は、はい、はい、足白いでしょ。足白い、はい、増評感が、増評は足白いんですか。増評そんなん聞いたことないですけど、これ良くないですか。めっちゃ、だって、これ結構どこまでも歩いていけんちゃうんですか。あのほら看板で、はい、駅あと2つあったじゃないですか、はい、これもしかしてこれ繋がってるのか分かりません。繋がってるでしょうね、はい、でなんかこの辺だけサイクルトロッコしてもおもんないから、まあ確かにね、こうやってね、確かに。いや、これ、はい、電車感ないとか言ったけど、はい、全然ありますやん。だから多分好きな人はもうこれだけでたまらないんでしょうね。あ別にまた気のない返事する。ね、電車っぽい、はい、遊具。ああ、ほんまっすね。あ、どうします、これひたすら行かなあかん可能性も出てきましたよ。そうっすね、まあ、どっかでもう、はい、あの見切りつけて、もういいんちゃいます。もういいんちゃいます。じゃあちょっと一個だけやりたいことあったんですよ、はい、それはあの電車好き怒ってこないやつですね。あ、大丈夫です、大丈夫ですね、はい、これ後ろからでいいですか。はい、ミッシュルの S っていう歌のPV、 あ、これ流すと怒られるんで、あの独自で流してもらいましょうか。ああ、長いレールの上をって、はい、
こいこい。じゃあこういう PV じゃなかったような気はしてきました。あただね、歌詞が長いレールの上をって書いてたんで、はい、なるほどね。まあ確かに。そうでしょ。確かにね。だんだんうざくなってきたでしょ。そうですね。あのそうですね。一日いっぱい撮りためるとね、はい、もうだんだんね、はい、あのなんですかね、ちゃんとしようってならなくなってくるんですよね。あで興味ない時は撮る、ね、これが1本目とか、ええ、このために来てたらちゃんとやるんですけど、はい、こういうのいいですよ、西方だ。あこれ真ん中ですか。じゃ あこれが駅。嘘。そういうこと。だからそのこれ用に、はい、そういうのちょっと。あそういうことか。だから多分これほんま子供は絶対楽しいと思いますよ、これも。あとそうです、ね、ただそうです、ね、子供対子供でガチの事故もありえるんで、だって踏み切りないから、はい、あほんまや、これ踏み切りないから。そうやね、あでも、はい、これ踏切跡っちゃいます。でもガチの電車だったらこの距離はないですよね。また興味ないでしょ。いや違う、でこの距離だったら電車乗らんくないですか。あ違う違う、うん、あそうか、そうでしょ。だから踏切ね、ここ踏切跡っちゃいます。あこれ板はそうですね、ここわざと張ってるからね。もともとそういうね、でここそうやったんですよね、きっと入り口いうか。そうですね。だ電車の幅もまあまああったかもわかりませんよ、これ。要はこの公園の幅が電車の幅やったんちゃいます。しかも、はい、見てください。ああこれほら、ほんまや、あの切り替えの、はいはい、そうや、切り替えの、ほら、見える見える見える、分岐分岐見える、ほら。あだから、はい、単線やったんですよ。単線やったんですよ、これね。で、駅の手前で、はい、こう、2つに分かれる、分かれて、やり過ごす、はいはい、そうです、そう、そうや。か、こっちが終点やから、こう、はい、ストック用に。はい、うんうんうん。ね。はい。まあでも単線で間違いはないですよね、多分、ね。そうですね。これ単線やったんでしょうね、きっとね。はい、だからここ、分かれてるんでしょうね。これかっこいいじゃないですか。こういうのには興味示すのが思うでしょ。なんか、いきなりスイッチ入りましたよね。だからなんですかね、僕こういうのは好きなんですよ。道っていうか、技術とかや。あ、なるほどね。だって僕多分あの電車の切り替え操作せえ言われたら頭混乱して間違えると思うんで、はい、はいはいはい、でしょ、はい、寸でのとこで違う方のボタンを押したりするタイプなんで、はい、こうやってなるんで、はい、もうね、これいいじゃないですか。いいですね、いいですね、発見しましたよ。なんすかね、電車ってまあいいとは思うんですけど、はい、なんすかね、ハンドリングがね。あまあ確かに、まあ、このブレーキングとかおもろいですよ。確かに電車でゴーとかやっとったらおもろいですけど、はい、はいはいはい、要はアクセルとブレーキだけですもんね。そうですよね。だからそのブレーキの能力とかでしょ、はい、確かにそれはおもろいですよ。え、うん、ただだから電車単体で言うとどうしてもあんま乗らないんで。ああなるほど。そうですね。いやこれはでもここいいですよ、のんびりとね。はい、ミキほんま遊ぶとこいっぱいありすぎて困りますね。いや確かにね、困ってきましたね。はい、洗濯もできるし、洗濯できるし、で乾かしてる間に電車ごっこできるし、はい、ですよね。これだから電車好きな人とか子供はもう、はい、なんか説明ありますよ。あこれはあのストレッチの、あこれは違う、電車関係ない、電車関係ない、ね、電車関係ないね。あーで かわいい、かわいい。あこれは多分、これはもう乗りたい乗りたい人続出やと思いますよ。これあれですよね、普通うさぎさんとかでやってるやつですよね。そうでしょ、これだからめっちゃいい思いますよ、はい、電車バージョン。あどうぞ。これはもう子供用なんで、あのやらないの。はい、もうこれはもうやらないの。これはもう、ね、潰したらあかんから。え、そうですね、潰れへんでしょ、大概潰れへん。あちょっと待って、揺れ方だけ見ます。あ、はい、これ普通バネやけど。あ違う違う、これちょっと揺れ方が、はい、あ前後ろ前後、あ違うね。普通ね、え、なんちゅうんですか、こんな感じじゃないですか。そうバネでね、こんな感じ。あ3歳か6歳って書いてるでしょ。あマジですか。で精神年齢じゃなくて、精神ちょっと精神年齢とは書いてないです。書いてないですか。あ残念、精神年齢やったらね、ベアンセーフやったらドンピシャなんですけどね。で大人が付き添ってって書いてるんで。あなるほどね。なあまあこれは、はい、なし でこういう、あこれも当時のままちゃいます、はい。あ、そうやわ。まあ、移築してるかもしれんけど。いや、絶対そうでしょう。位置的にもそうちゃいます。これこのまま使ってますよね、絶対。はい、移築じゃないですよね。はい、違うと思います。
ね、はい、あ、これもやっておきましょうか。そうだね。三木鉄道って今はもうないですか。よし、すいません、顔出さんでいいですか。電車あるあるでしょ、はい、電車あるある。電車あるある。いや、そんな見たことないですよ、ね、そんな光景見たことないです。ないです、ないです。要は YouTube で出てくるじゃないですか。あ、電車で暴れてるおっさんの動画とか、はい、そういうの出てくるでしょ。あ、なるほど、なるほど。実際見たことないです。実際見たことないです。ないです、ないです。っていう感じですかね。ですかね、はい、はい。じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい。